プランター菜園の報告です。ナスです。ベランダが厚すぎるのか実が大きくなりません。味もなんだかいまいち、少し苦味を感じるんだよね。そういう種類なのかな。ミニトマトは鈴なりです。味は良いのですが粒が小さいんだよね。ピーマンです。これは順調です。オクラです。全然大きくならないんだけど花が咲いちゃいました。ゴーヤです。売ってるゴーヤは緑ですけど、ゴーヤは売れていくと黄色くなっていきます。売れたゴーヤは柔らかいですよ。ただし完熟しちゃうと爆発しちゃうから収穫時期には注意です。キュウリです。今年のキュウリはまっすぐで大きさも立派なんだけど美味しくないんだよ。みょうがです。これも暑さのせいなのか大きくならないんだよね。ただ数は多く取れました。今回はこんな感じです。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございます。他の動画も時間に余裕があったら見てください。もし気に入ってくれたらチャンネル登録もお願いします。